お元気ですか、ボクチミです。今回はですね、ユニフォームカードやバットカードを紹介したいと思います。こちらもね、2冊目に入りました。それではね、早速1冊目の方からね、紹介したいなと思います。まずはですね、日ハム時代の中田翔選手のカードでございます。同じのが2枚出ました。現在はね、中日ドラゴンズに在籍しております。で、清宮選手のね、カードでございます。で、次は元選手と、現在はヤクルトスワローズに在籍している、西川選手でございまして、太田大志選手でございます。で、こちらね、清水選手でございます。で、続きまして市川選手と太田選手でございます。太田選手がね、まだ背番号が33番だった頃のカードでございまして、宮西選手と、上沢選手でございます。ね、ユニフォームの切れ端でございます。で、現在ヤクルトスワローズに在籍している、西川選手と清宮選手の、これもユニフォームカードでございます。で、太田選手と西川選手でございまして、達選手と、野村選手のユニフォームカードでございます。で、こちらね、上沢選手ですね、メジャーのマイナーリーグに、ね、入団いたしました。で、こちらね、万波選手でございます。で、こちらからね、武田選手でございまして、こちらね、こちらがですね、牧原選手でございます。で、もっとね、オリックスのタフィーローズ選手でございます。で、チー岡田選手でございます。で、オリックスバファローズ以外のこれは金子選手と、こちらですね、山本由伸投手、まだ背番号が43番でございます。現在はですね、メジャーの方にね、入団いたしました。で、山本由伸投手と、ここでね、鎌田投手でございます。で、則本投手と浅村選手でございます。で、これ、巨人軍のね、これは吉川尚輝選手のね、これは、バットの、プリントカードのね、直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、赤星選手のカードでございます。で、山田選手とヤクルトの、これは石川選手の、ユニフォームカードと、これはボールカードでございます。で、横浜のですね、高城選手でございます。で、こちらがですね、村田選手でございます。で、牧選手に、で、こちらがですね、桑原選手でございます。で、山崎投手と黒田元投手でございます。で、こちらね、メジャーの選手からね、1枚ゲットいたしました。で、これ結構ね、見えにくいカードでございますが、構成は分かると思いますが、体操のね、橋本大地選手かな、大輝選手でございますね。の、これゴールドペイカードでございます。で、続けて、2冊目いきたいと思います。はい、2冊目いきたいと思います。といってもですね、2冊目はね、まだね、4枚しかございません。まずはですね、清原元選手と高橋由伸元選手のボールカードでございます。で、浅村選手と、ね、楽天の浅村選手とソフトバンクの柳田悠岐選手のカードで、4枚だけとなっております。今後もね、またね、増やしていきたいと思っております。はい、以上でございます。
ユニフォーム&バットカードで開封を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。